もう一段落あります。いきましょう。After I learned about Kubelton's wishes、私がそのクーベルタンの願いを学んだ後、I thought of my experience、through swimming. 水泳を通した私の経験を思い出した。で、one day, ある日、a new member joined our team. 私のチームに新しいメンバーが加わった。Her name was Tomoko. Tomoko という名前だ。で、she swam fast and always practiced hard to swim faster. 彼女は泳ぎが速かったし、いつももっと速くなろうと泳ぎを一生懸命練習していた。で、I also practiced hard to swim faster. そして自分もまたそうであった。で、we tried to swim faster than each other. 私たちは、お互いにお互いをよりも早く泳ごうと一生懸命練習していたわけですよね。一生懸命だった。tried to だからね。で、through swimming together 一緒にその泳ぐことを通して we なんたらかんたらっていう問題が4番になります。4番になるんだけれど、これはもう I learned about Kubelton's wishes って言ってるので、段落が一番最初にクーベルタンの願いについて調べた後の話なので、これはおそらくクーベルタンのオリンピック憲章に書いてある3つのどれかに絡むはずです。で、そうすると1個目が He wanted people in the world to make their body and mind strong、要は人々に体や精神を鍛えてほしいということが書いてあって、2番目セカンドが We wanted them to become friends、 友達になってほしいと思ったって書いてあって、で3つ目が He wanted them to build a peaceful world、 平和な世界を築いてほしいと思ったって書いてあるんだけれど、今回は2語で書きなさい、2語で書きなさいだし、学校での話だし、まあ、水泳を通した、里見さん自身の経験がこの答えに結びつくはずなの で、なおかつ through swimming together は過去の話だから became friends、 友達になった、水泳、一緒に水泳をすることを通して私たちは友達になったんだってことを書いてくれれば正解になるはずです。なかなか結構いい話ですね。で、without knowing it、そのことを、知らないうちに、I was already following one of the Kubelton's wishes which I told you as the second one。 なので、そのことを知らないうちに、実はクーベルタンの掲げた3つのうちの1つをすでに実践していたんだと。で、which I told you as second one、 2つ目のものとしてあなたたちにお伝えしたことですけどねっていう話だね。で、with that experience、 その経験があって I found an important thing in sports、 まあスポーツに対して重要なことを発見しました、認識しました。で、my dream is to swim in the Olympics as an athlete、 私の夢は選手としてオリンピックに水泳選手として出場することです。I will do my best for the dream. 私はその夢に向かって一生懸命頑張ります。Also, また I will always remember Kubelton's three wishes when I swim. 泳ぐ時にはいつも、クーベルタンの3つの願いを覚えて思い出そうと思います。っていうお話でした。長かったですね。すいません、長くなりましたね。で、そうすると5番、本文の内容と合っているものはどれか。あ、サトミ swam in the national competition as the last competition of our junior high school。 これはナショナルコンペティションがアウトですよね。プレファクトラルコンペティションが最後だったはずです。い、クーベルタンズ learned about a person who is known as the father of the modern Olympics。 これはクーベルタンがランドしたわけではないので、これはもうクーベルタンのパパです。で、う、the number of young athletes who joined the first modern Olympics was 14って書いてあるけど、14人しか出場しなかったわけではない。200人ですよね。200人を超える若いアスリートたち。14っていうのは国の数ですよね。なので、うは×。で、絵は正解だったので飛ばすと、お、トモコ&サトミ tried to swim faster than each other in different teams。different teams とか書いてなかったもんね。書いてないから×っていう判断でいいと思います。なので答えは残った絵ですね。さあ、ラストです。さとみのスピーチを聞いた後っていう話をさっきしました。で、内容としてはこんな感じですね。で、まあ、ちょっと例えば、スポーツをするのは多くの人にとって楽しい。 Sports is fun for many people。 もう直訳です。
スポーツをすることには他にも良いことがある。そして、まあ、playing sports って書いたけど、文章は do でしたね。do sports って書いてあったんで、ここは doing でもいいかもしれないね。doing sports have another good point。だから他にも良いことがありますよっていう話を書いてあります。で、ここで AB がまとまりました。ラスト CD、スポーツを通して私たちは互いに助け合うことを学ぶ。私たちは私に優しくなれるということを書けばいいので、through、まあ、playing sports でも doing sports でも OK。through playing sports, we learn to help each other. お互いに助け合うことを学び。そして、we can become kind。ごめんね、これ kind ね。kind to others。他の人々に対して優しくなることができる。はい、まあこんな感じでですね、英作文は特に注意しないといけないことは、まず問題文をしっかり読むと、ね、4文の中から2つ選ぶわけじゃなくて、4文を2文にはまとめないといけないってこと。もう一つは×を食らわない回答を作るってことです。×を食らいそうな表現はあえて使わず、今回私が書いたみたいに直訳でも何でもいいですよ。×にならなければ、間違った表現さえ使ってなければ OK です。なので、playing でも doing でも文章に書いてあったら doing だから、まあ doing の方がいいかもしれないけど、こういうふうに罰にならない無難な回答を作るためには、もう直訳とか自分の知ってる平易な文章で書けば大丈夫ですので、安心してください。まあ、今回4番、ちょっとね、四角2番がイレギュラーだったので、混乱してしまって時間配分を失敗した人もいたかもしれないんだけども、今回4番、もし時間があったらね、しっかり復習してみてください。